メッセンジャー,ジャーこんにちは、メッセンジャーの黒田ですどうもこんにちは、メッセンジャーの愛原ですこんにちは、MBS アナウンサー、向川智美ですはい、もうね、もうあの皆さんもピリピリしてると思うんですけどもね我々ももう、正直な話、もう僕もこれ仕事、もうみんな一週間、一 <laughs> 週間、<laughs> これも, <laughs> もう申し訳ない、あっ でよかった。<laughs> <え>ありがとう。てかその間何でもないんですか。<laughs> 僕が昨日やってましたけど、それでもね、週二日だの、週一日だの <laughs>。<laughs> いや、これはね、みんな仕方がないと思ってるんかもしれないけども、み、んなさんね。はい。だから、あの、さっきもちょっと聞いたら、向川さんと旦那さんも家で仕事。そうです、テレワーク。か僕らってテレワークがないのよ。 でも昨日生放送の番組でもう家からリモートでんか出てますけどう,す、はい、うっすらさ、はいそのまあ、俺らは奥さんしかおれへんけど、うん、分,かってた分かってんねんけどこいつほんまにコロナでほんま仕事ないのかみたいな匂いがいやそんなにコロナだけかみたいないだだだだそうね,そう,ねうちのマネージャーも、はい、スケジュールちゃんと渡してくれんねん尾、うん、崎も。 またさくれと。もうわかるわかる。もう、ラジオしかないんやから。確かにね。そう、書かれたらつらいと。俺、やっぱ偉いもんでね、もう3、三月、4月か。はい。まあ、いつもそう、スケジュールもらって、自分のスケジュール帳に移し返すやんか。はい。で、それを家に置いてくんだけど、4月俺もスケジュール帳に書いてないもん。だって、分かってんねん。もう大体分かる。分かってんねん。そのね、忘れんどこう思って書きますけど、大体分かるもん、もう。ほね尾崎、尾崎さ、俺ら、俺、俺、俺だけやけど、 もうあの、5月、6月の、俺、給料目算いらんわ。<や>もう分かるん。でもそれ取っとかなあかんでそれ取っとかなあかんで,で,そ,ですそれ取っとかなあかんでだそれ取っとかなあかんいろんな意味で申請するときに、例えばお金借りるとか。<請>うん、なんか半額っていうう給料が半額いい、ね、ぶっちゃけて言いますよ。僕、多分今月、 10分の1以上減ってるもん。<え>だって今月は大丈夫やろ今月の仕事は4月。あ四4月はもう全然あかんだから6月分やろ ?6 月分、2か<ー>月遅れやろそ,そんなもん全然や 1> 1。2か月遅れえ、に来るんですかだってラジオしかやってへんねんもん、俺。<laughs> だって他の番組全部なくなってんもん。まあそうですよね、そうなりますよね。だからそこの保証もね、それは吉本さんはない いやあの劇場のはあのありがたいことでその三月四月はやっていただきましたね五月はどうなるかわかりまん五<あ>月はないですないんですかないです決定そ誰に聞いた五月はないって決定してますよえ五月も五月のスケジュールあれでしょないのないですないの、はい、早々に僕聞いてましたもんくれるのどちらくれへんくれへん,くれへん <laughs> ないの 行った。三月四月って僕らスケジュールは、ね、言うて決まってますやん。五、えー、月の前言劇場あるでしょ。そのデブあるでしょ。それを一旦全部バラシなんですよ。いやバラシってい,<や>い,いうのは予定の中で入ってないからしゃない。ーな,いーない。もうもう分かった。しゃないよ。いよあのほ生放送でお前言うなや。 ショックでかいかいら言いましたけど、あの検討中って聞いて俺あ、あなたがまだね、あの番組が休んでないときに、うん土曜、土曜日ね、土曜日は収録あったでしょ、うんうん、僕、そこ、NGK の配信の、ね、仕事行ってたんですよ、<ー>そのちょっとその非常事態宣言が出る前。 だ土曜日にあなた収録で名古屋行ったりとかチャ入れとか撮ってる時に僕は NGK に配信の仕事行って,て配信でどうなんの,だどうなんのって5月どうなんのって聞くやんか俺も未定って聞いたしたすぐ5月は全部ばらしになりましたっていうので<ー>もう来年なってばらしってことはそういうことですねそうです確かに予予定定組組ままなないいんがかね アルバイトとかは。すごいショック受けてるんですけど、黒田さん。いやいや、大丈夫。ちょ、アルバイト。よ、かぎ。に、ラジオだけの仕事ですよ、私。まあ、このラジオだったら、食べていける。大変だよ、俺。その辺の話した。俺、あの、感情的なんでで、それは、俺はもう、ラジオやから。仕方ないね。だから、まあ、正直な話、余裕があったから、まあ、二人で。 こんなな相原とさ喋ることもないわけよ別にだから週に1回はお仕事バラバラでやってるから週に1回こうあったって楽しかったでもこれだけやると正直なだし感情的になるわえこれでもね知らんかったらあれやから報告しとかなあかんないやろあれ確かにねというあわよくばみたいな顔してるからそれはもうの叩き潰すそう。 それうまいこといきませんよ、やっぱり。<う>バラシはバラシですから。いやそれは三月四月、4月まだ補償していただいただけで、うん、この吉本で関して。いや、ありがたいよ。あれ、怒ったから、お、そずうずうしいこと言いなさい。いや、わかってる。分かってる。<laughs> 俺はわかってるよ。いや、それやったら、あの。 教えてほしい本番前にそれやったら俺でも放送局の本番を言いたいわなだってバ,バランスもバラさえへんもさリモートでするのも、はい、まあそれは放送局が決めることやから、ええ、そのこっちが終わりたくて終わってるわけでもないやんか収録も<の><そ>でもリモートはギャラいやリモートは入りますけどそれ,それはでもちょっとさんていうんですか いやでも放送局は放送局でやっぱりアルバイトするはもういいわアルバイトする飲食はほとんどもうあかんそうです今ウーバーイーツがすごいらしいですよ。俺ウーバーイーツやるわこの本当に汚いおっさんが誰が来たんだおっさんも汗っ出ね。誰が来たんだおっさんもカバーをそうですよチャリンコしかないやバイクもないないよじゃチャリンコですよチャリンコあるもんチャリンコでも今ほら顔合わせないから玄関前に置いといてくださいでそれ黒田さんっていうのもわかんない声でわかるが <laughs> お待たたせしましまい,いやでもお前ほらどうするよ俺はもうバイトするなしょうないわったらバイトするわ俺っていうか貯蓄があるでしょ,ょ今までね極端なことを言うてもさバイトでもそのバイト先が今ないやんかコンビニとか今募集してるぞ 一からか、お前。唐揚げくんの、唐揚げくんの作り方。お前それを、まあやるのはええで、それをまあ、そこの方々に一から手取り足取り、まあ教えてもらうのはええよ。小野やんそれコンビニもええけどさ。もうちょ何何お前はい、配達ちゃうえ配達ちゃい、はい、<は>配達配達配達のお仕事忙しいやんあ アマゾンとかの、ああなるほどね、うちの弟は配達の仕事してるんですけど、今日やり取りしてたら仕事の影響は全然ないってた。なるほど。忙しいぐらい。スーパーとかな。スーパーね。スーパー今忙しいよ。いやあの惣菜作り惣菜作りあるわ。惣菜作る俺。いやそこはそこでもう出来上がってますから仕上がってます。いや募集してるやろ。いやそんなでもないと思います。家の昨日のライフ募集してたでちょっと見たもんね。新潟千二百円くれんねえ思って。 いやだったら配達とかがいっちゃいます。あえ免許は持ってるでしょ？車の、車の免許はあるけど。それはもう配達。その車で行くの？まあまあ大きいで俺も。貸してくれ貸してくれるやろ。だ美容師も今もうね個人店はなかなかやれてない。そですね。お店関係は全部ダメでしょ？ダメですね。飲食はなかなか難しい。さっきあやらに聞いたねマラソンもあかんやろ。 あかんというよりは、あかんという風潮が出てきましたね。出てきましたね。一時はなんかね、まあ、れは歩いてんやんか。一時間半ぐらい、それもあかんのかな。ま前後にこう人がね、いなければいいですけど、でも、その走るっていう時には。呼吸がやっぱり、は、はってなるから。は、は、はもなる。飛沫が飛ぶ。くり歩いてるから。十メートルから十五メートル四方。毎日歩いてる。飛ぶんですか。飛ぶんです。飛沫が。そう。 俺、毎日歩いてるから、いろんな情報知ってるで。<え>どこを歩いてるラジオですかえラジオの情報ちゃうやんちゃうやん。だから、あの、歩いてるから街中の、<あ>そういうことね。状況をめっちゃ知ってる。あ,あ,あの、コース変えんとあげるから。そ求人募集とか求人募集してるし。ね、ああ、ライフは30分、回転遅いんや、今は、みたいな。<laughs> <laughs> ライブで買い物しようと思ってさ、俺九時オープンって思ってるからさ、俺とおじいとおばあと三人しか並んでなかった。なんでこれでね、あけへんやろと思ってみたら、九時、九時半からなって。ますてるから、あんな。昨日さ、あそこ行ったんや、紅葉。スーパーばっかりですね、お前。スーパー。肉類ないねんで、あんた。パスタがないことないですか。パスタ。パスタ。そう。パスタが。日持ちするからかな。その乾麺。 パスタが全然なくてあれと思ってないもんがだから出てくんねんな麺類あとカップ麺が品薄だったのもそうでしたまあまあ確かにねでも食に関してはね大丈夫ですからね絶対に食料に関しては大丈夫だから買いだめはしないでくださいとただ東京に関しては毎日行くんではなくて3日に1回にしてくださいと東京がなったら大阪もその風潮になるからそうですね でそうなると3日に1回って言われるとちょっと買っとこうか<ー>多めにみたいになる可能性もやっぱり、ねあ,ね、ありますからねこれ嫁さんもスーパー行くぐらいしかできへんからまだね毎日今ある程度行ってるからガス抜きもできてるけどさ、うん、3日に1回なったらまずつ,つ俺それはきついな朝昼晩と何作ろうか考えてるからな俺は<ー>暇ですね <laughs> 暇なで本当暇ですよねなめんなよめちゃくちゃゃくね めちゃくちゃゃくやで,でもこういう時にねう、うん、こういう時になんか関係のなんかその試験受けてっていうタイプの芸人もおるやんかいるんですかそうおう人さん,おるんですちっともそんな気持ちにならないんです、まあ、いでも私もならないタイプな自分の興味がないことに関してなんか頑張ろうっていう感じじゃならへんのですね、うん、これやっぱりねえらいもんでね曖昧合間やから人間でなんかできねんね確かにまあな やろ。時間は作ってやるからねできるんですよ劇場の合間で時間あるし2時間3時間どうしようかと例えばなんか折れたらよいわれの書き物しねえからこの際から書いたらみたいなことを何か言っちゃうねん俺は喫茶店でタバコ吸いながら書きたい喫茶店閉まってるしタバコ吸うとこないし家なんかでなコツコツなんかできへんねや」 俺も今熟語習おうと思ったん熟語、熟語。アプリで取って。はい。問間違えて払うっやめたもんな。いやそんななってくんね。いみんないやこれねそれで北野なんとかねこう来るということができるでしょ。毎日な。来るってどんだけ幸せか。確かにねあの行くべきところがあるってどんだけ大事か。ただ着いたらもうほとんど終わってます。そでもそれ。 るっていうこと僕ら行くとこないから行ったらでどこ行くのって言われた時に確かにねえじゃあどこ行くの芸人さんは今何をするのが正解なんですか何をしてるのでもね若手の芸人もやっぱり真面目で家でも料理作ってそこでご飯食べに行ったりもせず粛々と家で過ごしてますよで YouTube とかみんないろいろアップしてる YouTube も今ロケが禁止やしなるほど YouTube も禁止やねあかんのあかんねあらま だからユーチューブやるのも家で一人でやって喋る,るか、ロケするんでも一人でやって、誰か出すのも禁止やから。ーああ<ー>、<ん>そうなん。で、それを見て、つないでいくってことなんですよね。ほんま<や>ラジオ。まあね、これラジオだけ、ほんまに、なんとか。 やらしてくださいよ。ほんまもうこれ。ねこれがあったら食べていけますから。いやだって食べていかれへんねんよ。食べ <laughs> 食べてはいかれへんねん思いっきり。うん、ただただ二時間の時間を潰すだけですから。<laughs> そんなこと言わないでください。いやまだ俺な子供おれへんからね。<laughs> ね別に何とでもなるし。<laughs> はい。 でいやだって、日うたかて一人やんか、まあ、奥さん、いや奥さんがで別に絵描きやから、絵描いてたっなあれやんなもん、部屋で絵描く人やから、別に写真撮るでしょ。3色とかで料理作れるから、料理はなんとかなるやんただ子供さんがおるとか大変やとんう名古屋なんかね、もうほんまにの、5月も、そうです、5月末まで。どないするよ、もうこれ、大阪もなったら、もうずっと。毎日その話、な 毎日5月6日に始まるかどうか、でも今の中で言うたら、松井ね、はい、市長も言ってましたけど、今、そういう話す段階ではないと、段階ではないんやったら、これ、始まれへんでしょうで,しょうでまあ、あんまり今のね、この世の中の中で、あんまり政府にどうのこうのって言うべきじゃないかもしれんけど、大変なのは分かるけど、でも確かに、あの、 そういういこれはないですとかいうことははっきり決めたなんと。はい、これでもな黒だな。うん、そはまあ、始まるのは始まるで決定してもええやんか。うん、まあ、決定してもええねんけど、まあまあ、行くはいくわいな。はい行くわいな、この富山の学校みたいに、必ず誰かがまた感染すんの、ね。で,で、始まりは始まったんで、うん、絶対誰かが移るから、うん、もうそのことを見越して親御さんが文句言うてんの。あらもう だ始まってもないのに始まったら安全面をど,どうするんですかねって年う話やもんな,なん、ねね、結局親の自己責任でしかないじゃないで,でもねないないそれで言うならね例えばやけど家で感染したかもしれんやんかそうもう家は、ね、っうにはたからってなるから、うんね、家でるなるんやったら家でおるだけやけどな学校行きゃ学校行ったってそこにまあ来る先生の通勤もありゃ、うんはい まあ、ほんで、子供って、アホみたいに密着するやん。確か、小学校の、み、うん、周年。めちゃくちゃ密着するよ。意味もなく、かくくんでくるやん、うん。そう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 。っう。あの、じゃれあいが、ね。<laughs> じゃれあいみたいなんで,、うん、でそれを見ると、生かせるのもなあと思うけど。五、うん、月いっぱい休みもなあ、とも思うし。もう、本当に、どうしましょうって感じですよね。生かすと、なればもう、ある程度ね、覚悟を。あ、あれやね、もう、あのー、<laughs> なんか。なんちゅうの。人生観が。 変わるよね変わりますね,まね変わるっていうかもうコロナで世界は変わるって言われてるますからねだから戦争起きてるみたいなもんやん,んこれってな、ね、種類は違うけれども本当戦いですと、ねうん、や世界,世界の問題って今まで俺らも経験したことないやんか、うん、前はいろんな災害があったけども、はい、その例えば地域で俺らは阪神大震災とかあったやんかで他の土地の人とか他の国の人が助け合ってで復興させましょうとか この前の前東日本大震災のし台風の被害の子でもそのあった以外,の以外の人らが何かこう発信して、えー、募金しましょうとかいうことはできたけどこれ今回に関しては世界中やし己の身を守らなければならないということですごいよ身内同士がすごいのはね、うんまあ、九州の親戚がおってそこは田舎の方であんま出てはらへんねん、はい、コロナの感染者が、はい、福岡ってすごいやんか。 行ってはるわけ仕事でね。で、ゴールデンウィークになったら帰ってくるやん、田舎に帰ってくなって。でね、田舎の方ってものすごい気にするから、それでもしかして万が一、そのちっちゃい町で蔓延したら、私のうちの子供の責任になるから、もう帰ってくなー言うてね。県は言いませんよ、あるちょっと、例えば名古屋とか福岡とか東京、大阪とか、その大都市じゃなく田舎のね、ある町で、僕、実際これ、 聞いた時はその人の知り合いに。コロナで帰ったのよ、うん。たまたま、うん。で、その人がコロナやって分かったんだ。うん、ほんなら。帰って分っ、分かった。ほんなら、その街では誰も出てないこと、あやら言うみたいに。張り紙と電話で、結局。引っ越さなあかん,、うん。え,ー、えそこのご実家の方が。いらなくなっちゃったんですか?うん。か引っ越し、引っ越しつ,つ。で、あそこに引っ越したまでをみんな言うねん。えーえー、で、これは。 本当にこれじゃでもね感染経路って聞かれるわけじゃないですか聞かれるでしょ聞かれるでそれもたまたまある都市の大きな都市にその人が遊びに行ってて移って帰ってきたらしいたまたまね遊びに行くこと自体悪くないやん、うん、別にんそれあのにもそこもう完全にそこで言ったらもう引っ越しせざるをえんぐらい なっっててくんねんねそういうことがあると、<laughs> 韓国みたいに感染者が出ましたかん、その人が立ち寄ったのはここのスーパーです、ここの本屋さんで、全部,、ねで全部はい、スマホで出るじゃないですか、うん、それは日本ではできないんだなって思いますよ、ね、できないというか、だって、<laughs> 強制力がないわけでしょ、匿名であってもね、あっても匿名であっても、ても匿名を誰かに限ろうとするでしょ。はいはい やっぱりそれは探ろうとするし知ろうとするからそれはできないしでもあれがあったからこそ韓国は割とね<や>っていうふうに言われてる中でも日本ではでう大阪とか東京とかまだ多いじゃないですかそこでね、まあ、感染経路もまあ正直言っても誰かわからんってなってきてるやん普通に生活してても移るって、まあ、な,なってるやんか、はい、でもやっぱ地方行くとあの人が持ってきたってなるから本当すごいなふるさと納税返せ言う人いるらしいもんね。 え返すからお金返す特産物とかでもらうやん。でもそれは手で触ってるでしょみたいなうちいらないんでとかへえいやいやでもね大阪は特に今ひったくりがいげつなんやってもう最悪やんひったくりとで、空き巣お店閉めてはるから閉めてのを買ってるからそこに狙う空き巣え そんなことでも今までな日本人ってそんなことせえへんやろみたいな,、はい、なんか自信セ,ンセンスみたいなの時,時にちょっとあったりするけどもでもそんなことせえへんやんみたいな思ってるけどこの時代になると我が身っていうのになってくるとこういうのがどんどん増えてくるんちゃうかな思うけどね嫌、うん、なせち辛いね嫌ですねで我が身は守らなきゃな,いわけだからな私この間読んだ本に「うんえっと、鉄病原菌」 銃0病原菌鉄かなっていうタイトルの本があるんですけど、うん、この3つがあるからこそ現代が成り立ってるんだっていう、うん、この3つで今の社会が今のこの地球が出来上がってるっていう本なんですよ。鉄で<ー>なんとなく分かるじゃないですか。で ペスト、いわゆるペストがヨーロッパでわっと流行らなかったら産業革命も起きなかったし、うん、それによって鉄が生まれることもなかったしっていうので世の中が今こうなってるのはだからそれでまた世界が変わるんじゃないかっていうやっぱり病原菌って一つねこう地球上に蔓延する病原菌ってすごく大きい作用になるんだなもちろんその、ね、自粛自粛っていうけど、うん、正直に今言うたみたいにあのみんな心が。 落ち着けへんやんやか落ち着かないっていうか今日が終わっても明日が全く一緒やそそそんそねその楽しいことも別に1ミリもないし、ね、せめて雨降ってくれと思うよなちょっとうわー俺逆やわえもう雨降ったらものすごい気持ち落ち込むねいや雨降ってるからもう出へんやで<ー>いけるよあ<ー>あーそうお前晴れててさこの春いとこな どっか行きたくなりますよ <laughs> それはもうあの夫婦2人やからよ。やっぱ晴れやったら嘘でもさ子供たちって、まあまあ、家の前にグラウンドがあるから、はい、ちょっとでもそこ遊びに行くようん、うん、ほんでちょっとガス抜きできんね、うん。嫁さんもその間塗ってテレビでこうなんか体操をやったりとかするからはい、はい、なんかこう息抜きできんねんけど雨やったらガッツリ降りやんか。 しんどいねずっといるのはしんどいな。ほに、ずっとなんかピリピリピリ,ピリ,ピリど。どっちがええうちはだからもう家族4人で、何したいを最初に、今日は何するそんなないよ、そんなやることよそうなんですよで。やることないから。や,やることなん,か限,らんか限られてますよね。限られてますよね。 あの、ビ、なんだっけ、ビリーズブートキャンプ、に再入隊したんですね。で、それをやりたい人、って言って、手を挙げたら、はい、四人で、腹筋やる。ビリー隊長に、そうです、そうです、そうです。まあ、真っ黒に返して。あ、やってみる。あ、ワン、ツー。似てる似てるとか言いながら、それをやる。ものすごいビキギのパンツ履いてねやりません、そんな。で、じゃ、今日は映画を見よう、って言って、まあ。 大変ですよ。ま、あの、家族4人で一つの映画を見るら。それって選ぶ難しいやんか。難しい。けど、まあ、そこはお互いがあるから。当そうそう。歩み寄って、じゃあ今日はこれを見ようってやる。ほんで今日はじゃあ、なんか歌う会は。いや、それできるだって、この映画でもな。うん 俺は、まあ、俺あの、男と女とか、夫婦やったらな、おあやなとかでも、まあ、れ、かまあ、例えば、スター・ウォーズとか、ういろんな種類見れるやんか、そんで子供入ったらさ、選ばない。すごい難しい。すごい、その、エロティックなシーンとかもあるかも。全然、だから、こないだ見たのは、チア団見ましたもん。広瀬そう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 。広瀬すずちゃんが可愛いから、私は見てられるっていう。もう、それは、俺は。で、だんだん、なんか、号泣してましたよ。 最後アメリカ行った時号泣、に後半決戦。<laughs> だから、あよかった<ー>よかった、この映画でって。すぐ心震える人ですやんか。52ですよ。もう、ちなみに、その、今日は夫婦でイチャイチャせえへんかっていうない、なんかもう、そんな気になります今日はもう、あれやな、あの子供たちはちょっとあの二人でな、部屋でちょっとゲームをして、今日はあの夫婦の時間。 でないのもうなん,かなんかもうなん当変に濃厚接触っていう言葉が<厚>入浴剤を買ってきたよママそうそうもうなんかつるっとするね <laughs> つるっとしてドロッとするんだよもうお前ええわ <laughs> お前

いやいやほんまね,ね何するかっていうのはほんまに本当にそうです結果なるやろなりますゴールデンウィークですよ全然ゴールデンじゃないゴールデンウィークがやってくるわけですよ <laughs> どうしますゴールデンウィーク<う>名前なくせ<ー>もう今年に限ってはもうなかなかつらいですよ、まあ、テーマはだから「ね、どうしのぐゴールデンウィーク」でね うちの子供が6年生なんでちょっといろいろね受験をしようか言うてから中学の受験もあって今こういう塾も休みやし学校も休みやから家で勉強するじゃないですかでゴールデンウィークに家庭教師をね詰めてきてもらおうと家庭教師来ていいの家庭教師の方は一人もらって詰めてきてもらおうとこれ長男と。 その家庭教師とお母さんの役はまあまあそこでまあご飯出したりとか、うんまあね、おやつ出したりとか勉強の進み具合とか3年生と俺が何にもやることないね、うん。 今でも困ってる状況なんですよ上が勉強しててそれにつられて3年生も勉強してる、うん、でママはそこに付き添ってなんか勉強を教えたりとか、うん、まあ毎日のご飯作ったりとかやることがある、はい、僕だけリビングでずっとゲームやってるんですようわ最悪ですね目,目にも悪いしない目にも悪いしで教育にも悪いわマい 仕事もいかんと俺らが朝からずっと勉強してた時にパッてリビング見たらまたゲームだってなりますもん新しいゲーム買ったんですよまた勝っちだめですよった久しぶりや俺何年ぶりやわゲーム買ったのへえほんまにもうほんとにやることなくなってそうなりますよフフラープ 子供たち勉強してて僕フラフープそう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 いいらしいですよフラフープだから本当にねどうしようかなと思ってゴールデンウィークを思います、ね、俺今4コマ作ろうみたいな<え>漫画、うん、漫画も描けるんですかいやいや嫁さん描けるからああなる,なるほどねお前が描けみたいなでそこでまた金儲けようと思ってるんですかいや金儲けるって暇やもん ツイッターかなんか載せようから金儲けてって。まあまあな、今のなんか風刺したようなところでハートフルな、まあいコマ漫画とかやったらありそうやけどね。ハートフルできますハートフル。だから言うたらさ、クレヨンしんちゃんも初め4コマやったんけね。ちゃうかよ、ハッサン。ハッサン何も知らんな。あ、の、で、実はクレヨンしんちゃんってアクションやろ ってたそうそう漫画アクションアクションってどっちか言うたら大人向けやねん大人向けが実はあれってすごいな大人向けに作ったのに作者は子供に受けるるだから子供向けに作ったから必ずしも子供がハマるって分かれへんからなんかちょっとそれは今のこのコロナの時に日々日常にあるそのんて言うのハートフルな だからそのちょっと皮肉めいただから主人公を今ちょっとどうしようかの屋根でな愛されるべき主人公で,で俺は漫画家いたことないからその話取ったんやな、はい、あいつがなんかこう漫画ってまずその書くとか前にこの主人公のいろんなそのなんていうの履歴書みたいなのを作らなかった確かにどういう人かって、はいうどういう人でうどういう人で素子いくつでとか でで兄弟はこんなけ食べ物これがなかったら絶対ブレるらしいそう思いますわ何も4コマやとそれが難しいのよえそんな簡単ちゃいますえ簡単じゃ誰を主役どういうとこ誰かをモチーフにすれば簡単かもしれへんけど架空の人物やったらねそうやねんなるほどだから相原を主役にしたら相原にはその言うたらお金使いのあれ嫁さんがおって子供が2人おってとそういうことで相原さんの4コマ漫画したらいいじゃないですか ずーっとリビングで。リビングでずっとるだけで4コマやなやのよ。しかもずーっと最初のシーンが足湯しながらのゲームです。それも面白いねでずっと一緒ですよ。足湯をして、足湯をして、足湯をして、あの、病院に行って水虫でって、どういうことやねんみたいな。そうなにしてる4コマ。いや、これでも本当にね。なんかね、共同で流せなあかんかもしれんな。ん 夫婦でだからこ揉めるずっと家おらんってやったら夫婦で何かできるだろう。でももう。別々やから揉めてないけど。そうだと思う。これ10万円支給ってやってるやんか。はい。この10万円支給が終わったら一気に離婚が増えるとか言われてるよね。あこれもらうもん。もらうもん。も10万で決断できるからいや今も別れようと思ってる人とかおるやん。コロナ離婚は増えてる。増えるっていうらしいですよ。絶対増えるだよ。でももうまあそうか。埼玉今家出てた方が気楽か。 二人で待機するより一人で待機するのが気楽かもしれませんね。まあ確かに気は楽でしょうね。でちょっと旦那さんに向かってくることはある？うんうちは旦那さんがすごく気遣ってます。あ<ー>ピリッとさせへんように。ピリッとさせへんように。もう四人だから四人だここだからね家族はこれだからって言ってこの空間は楽しくしとこうっていう意識をすごく感じ。お前はそんな持ってるか。時間の問題やで。<laughs> 俺が言われるのがねあんたもなんかしいなっていうもう時間の問題だけどその出たらあかんからやりようないやりようないねフラウープやったフラウープフラウープぶっ通しや呼さんからしたらリビングでそういう的なあのシャカシャカシャカって動けへんから足腕ゲームでもそんなにも多く言われへんけど僕旦那から奥さんからするとチッて思ってんのかないっ思ってますよこれはでもねチッと思ってないことはないと思うけど空気読んで自分も 俺も自分の部屋に入って閉じこもったりするから自分の部屋にでも自分の部屋入ったらもう本当に自分自身が新規臭になってくんねもうんか病室に一人おるみたいなもう本当になんかちっちゃい部屋に一人でずっとこうもう何かしんどなってきません嘘でもこうリビングで真ん中でこう座ってるからまだ気持ち的に楽なんですけどそう思います一人っきりになっちゃうのはちょっとしんどいしんどい亀の水と金魚の水ばっかりかいてるわ るやることそれしかないもん。でもそうだな、うちの旦那も困ると外に出て草むしりとかしてる。あ、そうでしょ。うん、結局あのやってもやらんでもいいことするでしょ。いい俺はもうズンどう,そうにずっと物煮込んでるもんね今。<laughs> 物ばっかり煮込んでるわ。せい言うたっけ俺。あれ四コマ漫画のがい,いや煮込みくん。君 <laughs> 今日も煮込みくんが何かを煮込むじゃないですか。<laughs> 煮込むのが好きです出来上がったやつをハートフルに煮込んでください、ね、いやほんま煮込んでばっかりしてるわこういう料理できたらいいなと思うわな,でも,うなわでもそれチャレンジするのもいいんじゃないですか今日はパパがご飯、ね、を作るよっていうそのプロダが使ってるようなキッチンの中で自分の思い通りのパフォーマンスができるからいいでしょ、うん、うでも嫁さんが使ってるスペースで旦那さんがやると、うん 使い勝手が悪いし何がどこにあるか分からへんし、ね、結局嫁さんあんまりええ顔しませんやん <laughs>、ね、汚して終わりとかやるなら最後までやってるら料理するときは調味料をまずし始める前に並べとくんやってたから、うん。だからさ、俺のそのテリトリーじゃないもの集めといたやんここに もうその提案しただけで嫌な顔される今日は俺が作ろうかなとかもそんなんはいらんねんおいないでもそれやっぱりもうテイクアウトで自分で買ってきてってもう最初から汚れ物も出さずしてどっかで買ってきて<ー>みんなの分こうやってくれた方が助かるわというそれは言わんでも目が言うてるわそうしてくれた言わんで言わんけど <laughs>、まあ、俺がたまに「わー」ぐらいで「まあなテイクアウトのこんなのあるよ」ってやっぱ言われてるもん俺。 なんかでもそれで言ったらもう奥さんっていうかあの勉強しようとせえへんな<強>もう見ようともせえへんな料理してるところちょっと覚えようとかも言う気もするない,ない,そ,れうないそれも頼ってるんじゃないですかいだからそれは逆に言うたら黒田のテリトリーの中にもう奥さんが入っていけへんって決めてんねんて。うん

やんそこはうまくできてるから何も言えやじ期限ええねやろ期限ええか悪いか知らんけどさ、うん、頼まれたなんかでっかいなんかあのええー、よもうお金はいりませんねんでこの前電話かで電話で言うの聞こえてこいつと思って「<laughs> もらえよお前」<laughs> お前画材とかどないすんねんお前」と思ってさ <laughs> 時間もかかってるし <laughs> なんかええ格好しやがってお前えっと思って聞こえてみうんそんなんお金とかいいですよとかって。 え多分やで、向こう、電話向こうで、いや、そんな、そんなって言うてんねん。いや、ほんまにいつもお世話になってるんでって言ったら、そうですかって言いよったら、おばあん。うん、渡せよ、お前。画材台で渡せよ。俺のカードで落とされてんのに。このラジオがあるから大丈夫ですよ。それはほんまに、いろんな内幕まで分かってしまったら、もう何も言えないんです。はっきり言うで、これはね、僕ら、正直な話、やらせていただいてるという感が強いから。 俺らこの何年間も。16年ね。いたりとも、ギャラを上げてくれって言え、言うたことないの。あ、そうなんで16年い。あの、スタッフは言いますよ。じゃいらんこと言わんいお前もういらんこと言うな、お前。なあ。言うなもんだって。言うなっていらんこともう上がりませんけどね。だから上がら、これは、もうお金じゃないと思ってたんよ。正直な話。でも、もうちょっと言わせてもらうと、それは他の仕事があったから。まあね。そ、それとね、 僕らの幻想の中で吉本さんがたくさん弾いてるっていう幻想もあったじゃないですか我々我々の中でそうでもなかったんですあっそうじゃなかったの大丈夫分からないこれはもう本当の話だそうでもないですすいませんもういやこれはもうあのこっで呼んでいただけるだけでもほんまありがたいやることがあるやることがあるやることがある来ることがあるほんまですね俺だから正直な話ねちょっと北川の上に言うてほしいんですけど俺 コンちゃん、毎週出たい。いや、なるほどな。あの、わかる。か日って月一回とかもういい。やいや、わかるわかる。でも他の人の兼ね合いとかあるから。いや、そりゃそうですよ。他の人にも生活はありますから。でも具体的にこの人より僕の方がいいんちゃいますかっていう言い方の方が、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ可能ですよ間違いない。それは、向こうも陽決め可能やん。俺別に、金曜日でなければならないことはないんですけど。 同士のしだから言うたら他事務所の方もいてるからなそっちかいそっちやなそれも具体的にこの人よりえ,えんちゃうかって <laughs> またそ,それは喧嘩になるしそんな言い方せえへんやかったらみんな嫌われ者になりたないやんかやだったらそれいけメッセンジャーを枠大するっていうのはどうですかいいよ長くねいい4時間番組にするとかいい、まあ、ハイヒールさんが元気あってるからこ、ね、れ。<laughs> 4時間やったら1時間を 4, 4回やりたいなはいはい、はい、で4時間も俺ら正直で喋ってられへんから絶対入れへんっ歌とか入れたりすんねん俺らはどうせそんな喋られへんから、ね、そうゲストでゲストでゲストや言えへんねん言いながら,らこのコロナ騒動で完全に心が丸なってもうてる。そや何でも言えようみたいいよそんなメッセンジャーじゃない,、うん、いしょうがないイズ澄さんのええな何かもう戻してもうて俺らかめへんねんからちょっとちょっと,ょっと俺と噂さ、まあ、んええ もう森由美さんもやめてもこ。わざともう休んでもな。休んでも。やめても。ええ、いと思う。だ、そうなってくるんだな。小森さんとかはどうします?。どうしますって。どうしますっても。早いですよ。局員は、あ、やれ、やっぱり問題やるわ。小森さん、は局員じゃないですよ。小森さんは局員やだから、どうでもいい。小森さん、は局員じゃない。小森さんと松井さんは、それはもう局員やから。 なんか山博さんの思いんじゃん山博さんの思い正直な話もお腹いっぱい山博会議そんな大社会議してる <laughs> 山博会議 <laughs>、うん、山博です山博さんはあのメインじゃないな <laughs> サブで頭と一緒で光る,、えー、光る人やわ頭と一緒で光,光,光るタイプやわどうす ちょこちょこ喋るとか得意で、ちょこちょこ喋ってあのなあのまああいたらな、分かる分かる。どう撮ったそうどう撮ったそう思うわ俺も。まあねまあもっと言うともう、こんちゃんももうそろそろな。今朝が一番しんどい。しんどい。いやいやいや。遅刻が多い遅刻が多い。あもう本場出てる。確かに似てる。まあそれは言える。本場出てる。大う息子のことを息子っていう。 今言うたお前お前なこんなほんま楽屋で言うとかんと偉い目合う <laughs> 楽屋ちゃう楽屋で言うことやった <laughs> 俺も近藤さんの,その木曜日の松井さんの間にもしっかり挨拶行くタイプやから。うん

逆にね、うんうん、のラジオ今の気の無理やねんやったら。 来るだけでもいいんよ僕別に曲ジャバやで。何しに？何しに？傘高いしジャバやで。ジャバ誰も相手できませんよ。本当に。言うても。みんな仕事してるし。信じてうろうろして仕事くださいやったばだやけど、まあまあのベタベタが仕事もない横に来られて、じーっとこっち見られたらなんかやるかって言うしかない。ね本当ですよ。そんなんどうすんねお前こんなラジオしかないってお前。俺の気持ちわかんのかほらそんなもんだからある時もない時もしゃあないやん。どうで お前子供おるからええ子供の世話とかできなのいやそれもお前文鳥と犬のしゃおれへんねんぞお前しゃべりかけても先無視じゃがるからおりすぎや降前おりすぎやみたいなでもやることはあるじゃないですか何あんのいやだからその文鳥と犬の世話を煮込み煮込み煮込みずんどうでずんどう鍋煮込んでばっかりだからそれもう暇やねんてなんせなんか

だからもうでんでもええからなんか来いっていうひれ出してくれへんかな <laughs> でんでもええねん皆さん大変でございますが来週のテまマ「どうしのぐゴールデンウィークでございます」で、ね、いいしのぎ方ちょっと教えてほしいですね,ねそうですねぜひとも参考にしたいです、うんね、こんなんしたら楽しめますよ1週間とかね、はいうん、え採用された方には特製ボールペンを採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントいたします来週金曜日の午前中までに ファックスは大阪六六八零九の九零九零。大阪零六六八零九九零九零番メールはおばちゃん m b s 七九ドットコム。o b a c h a n m b s 九ドット c o m はがきは 郵便番号 530-8304MBS ラジオ、それケメッセンジャー、どうしのぐゴールデンウィークの係までお寄せください。たくさんのメッセージをお待ちしています。機能性靴下のエコノレッグと上方温泉一級がお送りする今週のそれケ目線。はい、さあ、それでは参りましょう。今週は、ムカワセレクトです。うん、同世代って何歳まで 同世代って言うけれど、何歳差までが同世代なのでしょうか。キャンキャンが読者に聞くとプラスマイナス三歳と答えた人が一番多いという結果が出ました。ね、何が気になったのこれ同世代って私もっと幅が広いと思ってたんですよ。ヌさんが今年で五十二歳。はい。我々がまあ年齢で言うと五十一歳。1> 1歳明らかにこれは同世代ですね。というか結局いやでも小学校六年の時の思い出と小学校一年生の、はい 絶対リンクせえへんからね、うん、懐かしいなと思うからちゃうよねだから上下3歳ぐらいこれがることや48歳ぐらいの人は同世代 <laughs> やっぱそうなんですか同世代と思いますね4十もう45465なったらもうちょっと一つ下になってくるから、ね、ちょっとちゃうなあちょっと下なやっ,、ね、ってるテレビ番組がちゃうわ、うん、もうアイドルでわかるやん <laughs> 私もう地球規模で言ったらね地球規模でないと <laughs> 地球規模で言ったらねも,もう昨日今日生まれたもうね生まれたての赤ちゃんも私は同世代ぐらいだと思ってるんですよ大きいこと言う割にちいちゃいことでキーキーいますね <laughs> いや本当にそれぐらいの規模だからねそんな上下三歳差って何を小さいこと言うてんねんとでも同世代ってくくったらやっぱそれぐらいの人の方が話し合うかな 3歳ぐらいですか ?3 歳ぐらいの人。いや、だってさ、やっぱり、いやいや、俺、だから、その、奥さん離れてるやろはい。やっぱり、ちょっと、全然、全然ちゃうもん。え、何歳でしたっけ ?19?19!? いや、そんなに言うあんた言うてることおかしいじゃないですかあんた別に12度だよ、みたいな。違うんすか ?19 ちゃう。それが話は、変わるところちゃうよ。 言うたら見てるもんも違うし、聞いてる音楽も違うし、う遊びも違うし、もうす、ん、べてでしょうね。違いますね。19年じゃ、俺はこの世界もう入ってたよ。19歳の時。そう,いう,ことでしょうだって。いやいや入ってないって生まれた時は。あそう今31やから。あそうかそうかそうか。これらが。 俺がだからこの世界に入ったんが21やからその時に2歳ぐらいちょっと怖いけどねそうやねそうねそうやそもそもうち6つぐらいやったらもうまあまあまあ6つか歳やったらそんなこれが今ねディレクターとか作家とかが結構今みんな中堅クラスなんだけど456567とかそれやったらいいけどでも結局ねアイドルなんかね大概4年って言われてるやんか アイドルのブームって4年って言われてるんで、俺ら、だってそんなもんじゃない、俺らが、俺らのアイドルって言ったら、例えば聖子ちゃん、あきなちゃんとか、きょんきょんとか、堀ちえみさんとか、でもその後ね、おにゃんこぐらいまで入ってきおにゃんこぐらいはやっぱり高校生やからその要は、えっと、例えば、俺らがモーニング娘。って言われても、ピンとけんに、俺らはもう、この世界でバリバリ仕事してたから、だから、これ、誰かが言うてんけど、 例えば、俺がきょんきょんとか、あきなちゃん、イコちゃんとか、例えば会うたら、むちゃくちゃテンション上がるから、めちゃ、例えば、澤田研二さんと、グッツゃ合うから、でもね、俺、デビューしたから、後に出てきたアイドルとるやんか、例えば、モーニング娘。もっと言ったら、AKB の、なんとかさんって、俺、この前えうて、一番 AKB で、まゆゆって呼ばれて、渡辺まゆちゃん、もうやめたんだな。の前に会うたんや、俺、こんちゃんで。 の可いい子やと思うんで、でもテンションがふって上がるからやったら、上がらんねんね。そしたら新田恵里さんとか、そうそうそう、ああ、確かに。そっちのほうが上がるやん。私もこの間、藤井フミヤさんにお会いして、めちゃくちゃテンション上がるんですたねな、このわバーとか言われた。言われませんよ。フミヤさんはええ人やから、表てば言わなんてこと言うんですが、もう。すごい素敵でした、やっぱり。わかるわ。ねあれ、テンション上がりますね。だから、それはほんならね、今の若い。 ここから,からすると、はい、あの、知ってるけど、おじいさんになるねんな。ああな沢田研二さんとかだったら、もうおじいちゃんになるで、ね。確かに。かっこいい時代を全く知らんやろ。カーネルサンダースみたいになってしまって。ね、沢田研二さんしか。<laughs> 多分もう記憶の中でもうないもんね。うん、そうそう。ただ、<お>昔の曲を、今のアーティストがリバイバルで歌うんでけど。かだから、曲は子供たちは知ってたりするんですよ。っっそ,うね、そう思うと、鈴木雅之さんって。 変わらないテイストでずーっと売れてんな。アイドルではない。アイドルじゃないけど、アイドルない。そうそう、シャネルズから始まって、ずーっと売れてるずーっと、変わらないテイストそれはだミュージシャンはちゃうやんか。まあそう。ミュージシャンになると、まあそうね。じゃあ、アイドルは、やっぱり4年ぐらいで変わっていくと思うあれな、なんでか言うたらね、中学生の時にアイドルってハマるやんか。まあ、小学生も。で、小学校でも大体小学校4年ぐらいからハマるやんか。このアイドル好きだから。 低一年,年生で言うとアイドルでもピンクレディーでそっちのね。そうですね。ねうん、ということその4年やから、4, 4年でまた中学になったら新しいアイドルが出てきたりだとかするやんか。はいはいはい 結局よう持って4年やん言われてねアイドルって寿命がまあそれ十16でやって二十歳にならまあそれぐらいはそんなもんやんかもうアイドル言うてられへん自分のほんまに1ぐらいになったら大胆なビキニ姿とかもそうなしくなりますそう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 いうことでも実はずっと追いかけてる子もおるかもしれんけどもよでも実際私4年で1回になるとアイドルの話とかになった時に全然ギャップ変わるよね覚えてないとかなるもん向川さん誰好きやったんですか 私はでもマッチとかマッチトシちゃんはまあ山梨県出身だったんで自慢だったんですけどでもマッチの方がやんちゃな感じがそうマッチでした。実は胸毛ないけどトシちゃんはあるとか言ってた。マッチは脇毛ない。そう脇毛でつるつるだったんですね。トシは胸毛ありよ。胸毛ありよ。しょうがないこと言うてよ。 <laughs> 近藤雅彦さんの弟がもっとかっこええとかいう話でうな,んそうなんだう噂が当たりしてんやんや、えー、私映画の武田久美子さんとのハイティンブリュー見に行って武田久美子さんって同い年ぐらいなんですよねえ 多分、そうです、51人だと思う。あ、そうなんそう。綺麗ですよね、今でも、ね。綺麗です、綺麗です。でも、まあ、年取りましたよね。いや、悪口しか言わんのか。いや、それ、年取りますやん。いや,いや、長崎博美さん同い年しちゃうぐらいち<あ>ゃ<あ>う

何かいわゆる結構ナチュラルな感じって聞いてほんでね実際わし井森美幸さんが俺の1個したいんやけどあの人何にも肌も何にも手入れしてんのにあれだから肌って生まれ持ったもんやなうんそんなことない何やそんこ何でそんなことしようわしは何時もいや私はだからそういうなんかね長作ひろみさんは絶対してないわその言い方はええけどトミーズバスターみたいにあれ あれ何それ顔変わったそんなこと言うよ。<laughs> じゃあかんわ。マサさ、ま、さ正直やから。で、ほとん、ば、ま、ささん以外は全員気づいてんで、ね、変わったこと。<laughs> それはタレントさんタレントさんが気はって、で、みんな気づいてたらば、ま、さ、あれ そんな顔やったっけ？それはそれはちょっとですね。あれ？あ記憶ちあれ？記憶違いいやいやいでもあのまあ若いのもええけど年取った年取ったらそれなりにやっぱり幸せやったらええ顔しちゃうで。いやそう思います本当に。やっぱりね夫婦仲悪かったりとかねやったらね鼻の穴が広がってくる。そうでしょ？だから私鼻の穴は絶対広がってないです。目がきつい。なんで？福福しい顔してありますわな幸せな人って。そうそうそう。どんな感じ？ いやだから福くしいんですよ幸せやなっていう顔をなさってる方が、うん、まあ多いじゃないですかそういうね、はい、人っていうのは。私をはじめとしてね そうなんですよ向川さんって別に向川さんだけが幸せなんかもしれませんね周りがおる会社のアナウンスのメンバーが幸せかどうかは知りませんだからどこに行っても向川さんだけは幸せ向だから川さんは向川さんは何をもってハッピーか分かるけどいつもだってハッピーってポジティブやろそうでしょ向川さんだけねみんなはそう思ってへんかもしれないそう周りは「えい!」と思ってるかもしれないないない <laughs> 私が落ち込んでも周りはハッピーにしとこうって自分が落ち込んでても,<う>いやもうみんな元気でいこう,部ではで行こうよからアナウンス部では絶対嫌われてないの はい嫌われてもいいんだけど気にしないからねでも嫌われてはいないと思ういやそれは分かれへんで嫌われてないでしょあんだけそりゃ悪口言うたら誰か嫌われてない悪口は言ってないでしょそれがなお悪いと思いますなんで悪そうだって事実だけだ言ってるのは事実は逆に言うたら傷つくんですからそうなんですよ <laughs> 終わりですか終わりですかもう一個行きますかもう一個では続いていきましょう、はい、黒田セレクトです<ー>コロナでもラブホテルの需要はある新型コロナウイルスに大きな影響を受けている観光業界中でもホテルをはじめとした宿泊施設の参上は日々深刻化しー稼働率10%以下という例もありますそんな中 レジャーホテル、まあ、いわゆるラブホテルだけは対前年比で70から80%といった施設が多く中には3月末の実績で対前年比プラスに転じた施設もあるようですと。いやーこれね僕、あのー、毎月行ってるお寺があるんですけど、うんうんはい。そこの近所に、まあ、あのホテル街まあ、ね、行ったら、うん、この話聞いてねちょっと噂でもなとったよ、はい、通らな,きゃいけないからとんに 真っ昼間行くやんお寺やから満室とか車がばっと並んでたりとか並んでたらさだから誰がまあでも簡単な事情でねまあまあご夫婦で行かれる人もそりゃええとは思うけどまあ普通はさそういう人じゃないやん行くのはほんならもうご飯食べに行くわけもいかへんほんで行くとこそこしかないんですよ 他も、せっしかない、海を見に行こうとか、映画を見に行こう、レストラン行こうもないから、まあ確かにね、ほんな会おうと思って、そこに、もうそこしかないでしょ、だって、これでも、ラブホテルとかも、今、ほら、コロナの専門の病院って今、ラブホテルこんなきゃあんねやったら、政府が借り切ってやったらどうやろと思っちゃえへん部屋によっては落ち着かんけどな、しゃーないやん、確かに。 すごいやんラブホテルって声聞こえへんようにしてるしだから密封とするとならばほんで今のラブホテルじゃそれほどこうねギラギラじゃなくて普通の感じのホテルの方がね今こうスタンダードな一時だからそのロケをむちゃくちゃしってるむちゃくちゃ行ってたこれ普通になってますっていうこと普通にやってるやつもあったら特化型方もあるんですけど一般的な今の若い方がこの望むのはもうエロエロしいというよりは。 まあ普通のだからラブホテルもほんまにそれをすることによって国からちゃんと助成金出してやったらあれほど密封されてるとこあの扉とかでも重いもんな普通だから逆にいいんちゃうの 都会はしないのちょっと大阪でも郊外のところのラブホテルとかそういうところで経営があかんとこあるやんか車で行ってねそずやねほんなら逆に密封されてるからめっちゃええと思うねんけどなそういうふうにまあ使えばねそういうふうにそうよどうぞどうぞどうぞ確かにね実際休業要請が受けてる施設ではないますだから全然それはまあいくつかのが入れるとこやからねそういね問題はないとは思うんですけれどもでもまあその気になるな っていうのが私はちょっと、あそういうことあ、まあ、それはもうなめたらあかんというかね、やっぱその逼迫すればするほど人間っていうのはそういう欲が出てくるっていう生き物でもありますいや夫婦じゃないということは不倫ってことあ、ね、いやでもね、夫婦でも分かるのは、まあ、言うたらですよ、お子さんずっといてて、まあ、まあ言うたらご夫婦の時間がない方もいらっしゃるわな、んほんならまあ、正直、1時間、2>, 2時間、昼間、夫婦で行かれる方も、それおるかもしれませんね。なるほどねちょっと 怖いのもあるよねまあちゃんとなさってるという前提でまあ行くしかないわそれはもしくは自分がジョのやつを持ってジョッキーそこまでしてって思うしねそこしかないですね旦那さんに言われたらどうしますいや私はもうそんな気にじゃあ俺はどうせって言うねやつをそうやわほんビリーとブートキャンプでは散らされへんでなんであれやろうよ二人でって言いますわ よっっしゃ分かたとキャッポイズって私着るからちゃんとこう短く胸だけでお腹出してピチピチので女性マラソンランナーみたいな感でさあ今から行くぞみたいな感じで出されてもるから。いやそはご主人からしたらちょっとそんな時間があってもえいんじゃないですか多分言われたいやんかもう気持ちがもうそうならないほなどうやれとは言われほな これからどうしたらええんじゃい言うてそこまで言わないと思います、私、うちの主人もベテラン夫婦でこんな気が出すどうしたらええ言うてフラフーフフラフーフを終わって時間回しといて愛されへんわ、それ愛されへんわ、なかなかはような、コロナがもう収束してなほんま、俺、旦那さんとご飯行きたいな本当にね、しばらく向川さんの本音はどうやねんって聞きたいね向川さんに対する本音はどうなんや愛してるとしか言いない同世代やから、ら愛してるとしか言わない 愛してると言ってくれでもそれはなあいうらもな例えばまあじゃあ男二人っきりで久しぶりにまあももやしたらな嫁どうって言われたらそれ愚痴の一つや二つは出てくるでしょそれしんどかったなってなるやろなこれが本音やって愛してるなんて言葉言われたら腹立つやろ腹立ついや注意しときます黒田さんには言わんといてねって言っときますいやそこそうじゃないねんほんまにたまったものを言いたいはずやんたまってないからい <laughs> 一歳<切> <laughs> 一歳もうすんごく幸せ俺はだから言えへんよ「向川さんにこんな言うてましたよ」とは言えへんけど、うん、俺多分めっちゃ ご主人も、あったとしいな。うあったとしても、お前に言うことは、今日やっぱり、いろんな意味で避けたい。それなぜか、このラジオで、言うからものすごいリスキーですからね。あの、ムカワさんじゃない、儀式者の時に言うから。そうです、しかも、昨日今日入った社員さんじゃなくて、なかなか偉いさんだって、そんなこと言われたひでやっぱ部下もおるわけやし。そうですよ。よその、制作事務所の人も、なんとかさ、なんとかさっぱ言われてるわけやらプロデューサー、プロデューサー言うて、 かもう言われたらで立場がやっぱりそんなリスクの高いことしませんよダンダムそれで喜んでるしん新うさんぐらいやからやっぱりなちょっと言われ名前出してまあ喜んでくれる人とそうじゃない人は世の中には二つ分かれるやんしん新うさんいろいろなことあってピリピしてる知らんからさもう自分が偉いさんになったって偉いさんなったんやからもうしゃあないやんピリピしてるはずらしいよなんといやからね今週のそれレキ目線でした。 すいません、相原ですがどうか背中を押させていただけますか神様ありがとうこのコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーですはい、はいはい、前回のお悩みでございますはい一軸カメレオンさん女性の方、うん、結婚して3年でございます夫の携帯を見たら風俗へ通っていたことが覚しましたと<ー>ダメージは大きかったのですが許すつもりで話すと謝るどころか 開き直り離婚したいとと言われたと、えー、話を聞いてもらって癒されるというのが、えー、不妊治療などで頭を抱えているのにどこにその余裕があるのかと,と腹立たしいことでございます、えー、それでも音を受け入れるかどうかアドバイスくださいと、うん、これもうバレた時のアクションは大事だと、はいね、逆ギレはあかんよとエロはマナーだと。うんうん えー、すいませんとかでへっていう感じがあのいるんじゃうのと思い一般的に言うたらね、うん、普通の素人さんの女性を愛人に持ってご飯食べに行ったり定期的に会うことを思えば、はい、いわゆるお店の人にお金使ってその場限りっていうのはまあ 長い夫婦生活いくとこっちの人のがまが安全ちゃ安全ですし引きずることもないですただここでばれた時にそれはね「俺から黙っとんじゃい!」って言われた立場ないやんかその言い方でするから俺から女そんな言い方して俺から女はみんながランニングするのとお前みんな変われへんねん俺もみたいな感じで言われたらもうそ結局この旦那さんはそういう言い方するから奥様がそこでやっぱり。 あのアドバイスは奥さんじゃなくて旦那さんに聞かさないから奥さんがこう言えなんてことは言われへんから奥様に関してねそれは気の悪いことばっかりやん金は使われるしかも風俗行ってたんやと思う逆切れされる最悪ですよね最悪ですよねそこで言うたらそれでもええはええのにお前とやっていかれへんわとむちゃくちゃでもんかこうどうやらキラキラおったっていうのが腹立つの 結局はいやだ恥ずかしさの上で切れたっていうのもあるかもしれんねああそういう人いますよね通り一辺倒の風俗じゃなかったかもしれんからなどういうことやっぱりそいろんなジャンルがあってこのジャンルがバレた時に俺恥ずかしいいうのもあるやんかそこだけはつついてくれるなんのかい,いわゆるノーマルなジャンルやったらまあさ俺も男やからなとかそれは付き合いやからとかもあるじゃないですか<ー>それも特殊なジャンルに行った時にそれ完全お前の趣味やんって言われた時に <laughs> 何が悪いんだこりゃってあれ <laughs> 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 でも性格もありますよね。そこの人のね。やっぱり、すマンすマんって言える人と。すまんっていうか、もうこれはね、もう正直言ったら、人のせいにするしかないんですよ。付き合いでなってでしょ嘘でもほんまでも。このほんまさ、時な時間打ってな、その何時間で行く人もおるやんか。ピンポイントで、週1回とか2週間二回でおるんですよ。なるほど。 してますって言って奥さん機嫌よくなります。まあそれはないですよ、ね。もしゃあないな、この見に行った北野さんっていうな、プロデューサーがもう行きたい、行きたい言うよ。もう俺も行かないねんで、もうその馴染みがあるでな、20%オフやいいよね。んじゃ、じゃあリアルやで、ね。<laughs> <laughs> そやから、もう二人で行った方が、もう安くなるからな、な俺もあれやで、でも、その、もうあれやで、あの、あの指名とかもないで。<laughs> そっちの方が安いから。 それお前北野さんじゃお前が言うてるやろ。北野さんか。北野さんか。お前が言ってるやろ。後輩に。俺はそんなもんある。中西正夫やな、それ言うての中西正夫そこはもうもっとヘビーとこうかないやー、もうやだ。若い時な。若い時だけど。はい、お返事いただいております。いちじくカメレオンさん、京都市の方ですね。皆様、こんにちは。前回、私のお恥ずかしい悩みを取り上げ、またアドバイスをくださり、本当にありがとうございます。相原さんの 喧嘩が絶えなかったとしても風俗行くのは別の話とのご意見に心救われましたそして皆さんのトーク中の風俗で使う金額の話がとても引っかかりあの後今後のお小遣い制の提案も含めて風俗へも行かないでほしいと再度お願いをしました普通ですよすると黙り出すと同時に機嫌が悪くなりやはりてヘッドできない夫の性格に可愛げもなく憎たらしい気持ちでいっぱいになりましたがせめてこの性格を直してやりたいとこのような話し合いの時に に逆切れするのはどうなのかなとエロはマナーとダイレクトに言えずともたしなめました <laughs>、はい、少し時間はかかりましたが最後には自分から子作り中には行かないとかなり最低ラインですが初めてこのような約束をしてくれました解決ではないですが皆様に聞いていただけて私も冷静になり話し合いができたと思います本当にありがとうございましたこれからも楽しみにしておりますとこれは約束守る守れへんじゃなくてね、うん、奥様には行かないという約束は大前提ですよ うん、行きますよ。あ、<laughs> また堂々と言いましたね。行きますけど、一応定意としては絶対行けへんごめんな。なが、うん、もうこれ定意で、あとはもうね。そうね。そこはやっぱり勇気だと思います。あ,まあ自分のそのはね、はい、判断で行けばいいし、ただね。はい 安かかかろろろうう悪みたいなところもあるんですんだからそこで言うたらコロナのことは別においていわゆるそういう、まあ、不潔であったりとかそういうものがあったらいろんなもののリスクもあるじゃないですか、うんはい、そう思ったらある程度の金額出していろんな意味のことを守るっていうんやったらそういう安全面とかいうやったら相場のお金を僕は払った方がいいと思いますけども。うんうんいかん ないのが一番ですよね。いかんのが一番。<laughs> <laughs> もちろんです。で,で、通り一ペントなことを言うた。通り一ペントなことを言うたから、ね、それは何にもさ、避けものまんの方がええし。通り一ペのことを言うた。それは,それは世の中で言うたらやなんでも英こといっぱいありませんから。ね、からそれは人間やからね。なるほど。特に風俗とかそういう性的なやつはもう人間欲求三大欲求の一つですから。はい、これなかなか消せませんよ。なるほど。本間のことを言ったら子作りの時ていか行ったらあかんって言うでしょ。はいはい。 実はスパイスとして悪くないということもないことはないんですスパイスですよスパイスとしてせっかく約束してくれたんですからねだから表向きは行かないでいいんです行きますよだから二度言わんでってそれを言ってほしいのが大きくさんです行かないが一番何差し上げますボールペンをボールペンを差し上げますでは今週のお悩みでございます特住所枝豆さんです 相相原さんに相談に談乗っていいただけると幸いです、はい、先週、以前別れた彼女から電話がありました<う>それはコロナウイルスによる自粛で退屈しているので、うん、暇つぶしに電話をしてきたとのこと、うん、別れた際に向こうから一方的に別れを切り出してきたものの、うん、私の方は未練が残っていたので、うん、その時はうとう頂点になり喜んでいましたその日の電話でお互い意気投合しコロナが収まればまたやり直そうかとなりました。うん 当初は未練もあったためすごく嬉しかったのですがその後、よくよく考えてみると一度は向こうから一方的に別れを告げてきたのに <laughs> また向こうの都合で復縁がしたいというのはなんだかこちらが負けたような気がしますまた私は30歳には結婚をしたいと思っていますのでこのような女性と付き合うべきなのか頭を悩ませています単に付き合うだけなら好きに付き合えばいいとかと思いますが、ね、結婚を考えて付き合いをするならばそれなりに慎重に考えるべきかと思うようになりました。はい、この元 彼女とやり直すか新しい女性を見つけて付き合いを始めるか相原さんどうか背中を押していただけませんか女性が電話かけてくる時っていうのはもう完全に嫌われてないっていうことが分かってる時ですもんねそういうことですねどうかしらなんていうので電話しないでしょはい。こいつはまだ私に絶対興味ありありやとはい。振った時もそうやったと私が振ったと男の場合は逆でなんかねあるやんか 男から彼女に電話するっていうのもありやなそれはまたんか下心あったりとかするのもありやな女の人は別にないもんなそういうのね暇つぶしでしょ本当に暇つぶしですでもそこで付き合うかってまだなったってことやろまあせから性格的な相性はあってのそれ付き合おうも暇つぶしですよああそうかただ言ってみたみたいなことそうそうそんな感じでほんまになるかどうかは知らんけどもだってコロナの収束なんていつか分からへんからなのい分からない何で別れたんがやな これもい彼女のま多分やなね一方的な別れだったらしいのでそうですねでもさ慎重に結婚が三十日たいけどそれに結婚だけは思い通りいかへんねんてかなただその今のこのねあのショートバウンドわざわざ見過ごすこともないというかねおうまあだから今までねその一軍だったわけじゃないですかその付き合ってて。 で一方的に振られて、はい、向こうから、まあ、もう一回やり直さかってなったでしょ。うんうん、じゃあその彼女を まあ、二軍でいいん一応置いとく二軍で置いといていいんじゃないですかちょっときついんちゃうこの人からするとだからまあ、できん結構なんかもうありえへんなもんなもん2軍って割り切ればいいと思いいや、俺は別にええと思うそんなこと二軍一票的に性格が悪いと俺言い切られそゃそう女の人なんかだって逆にさ何か嫌なことがあったかもしれへんわかりやすい浮気とかねその例えばまあ金じゃらしないとかもしれんた彼に何があるか知らんででもそうじゃなかったとしても はい、女の人ってまだ、はい、女の子も若いやろ20代やろって言ったら30までに言うてるからまあまあ、ね、20代の女の子女の人がそのちょっとした気の迷いとかもあるかもしれんやんかだから,別にそれだからこいつから付き合う分には別にかめへんねけどこれ結婚だから結婚するとかせえへんとかじゃないけどまあこれけ、まあ、例えばね、まあ、婚約みたいな話になって「はい、やっぱやめとくわ」って言われてもなかなかじゃないですかそ,です、ね、それを見極めるためには。 まあ別に一緒におるのはエイじゃないですか。昔みたいな好きや好きや好きやって言っても多分なかなか本質って見えないんじゃないですか。私もそう思います。だから今の二軍だ、ね、二軍の女性に言ってことは一軍の女がおるってことやね、いやいやおれへんよ。そういないんですよ。でそれが二軍がから頑張って一軍に渡してますよなんかそのすごいなんかちょっと上からすぎへんそれって。 そそれれでも向こうかから一方んな覚えとけよ感なんかはちょっと俺はあんまり分からへんねだって俺に関したらそうやったらそんな分かれて絶対信用せえへんわと思っね私もそう思いますそんな感じで分かれてまたやり直すか言われてまあどっちみちいやでもそういう感情やねんやったらもうその時点でもう付き合おうもう一回つき合うなんか思うわいやいや話し合ってる感でんかやっぱり気合うなとかでもだって未練があって分かれてるんですもんこの人も見透かされてる 絶対見されてると思うだから上に惚れてる弱さでええんじゃないのどっちかじゃないのだから結婚を考えるよりやっぱり二分に置いといてご飯食べに行ったりとかそうそう全然いいと思いますよ付き合ってがっちりどうのこうのってそっから始めてまあまあ逆にこっちからね付き合うとかじゃなくて一緒にご飯食べてでええと思うんですよ。向こうがパッとね「いやそんなんじゃなくて」って言ったら話乗ればええと思うけどまた前のめりにこっちが「そう?」なんて言ったら。 えらい恥かかもしれませんね。またかいなっでなりますからね。結婚したいんでしょだって。ちょっと冷静に見た方がええかもな。ですね。ちょっと落ち何歳までに結婚というのは考えんのがええよな。今今時ね特にそうです。何歳までに結婚したいからっていうことなんか考えたらはっきり言ってソンクジ引くときやつ多いでこれ結婚。みんなそれグラビアアイドルそれで失敗してるよな。29って決めてるから。そう。ああで金持ちと結婚失敗したね。 俺もうすぐすぐ言うてるから,からでももうみんなそうやんか29で結婚して金持ちで結婚したら金持ちで遊びに行きまったんやから <laughs> グラビアと結,結婚今,今は女の人の方がな、はい、結構浮気するもんなそうねいろいろありますからねいろいろあるねそらあ,、ね、ありますよもうそこで男女病で,そうですよ男も女も関係ないわはい,はい、はい さあ皆さんもうっすら知ってる相原に迷いをぶつけてみませんか迷っている事柄を詳しく書いてお送りください採用させていただいた方には相原直筆色紙とボールペン千濯札上方温泉一休さんとのコラボタオルをお届けしますそれでは、はい、何を、えー、色紙一一枚でタオルつ差し上げたいいと思います、はい、さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょうばっかりしていますラジオネームはおなかすいたさんですね えー、家内は20代後半から約10年間ずっとダイエットしています水泳ジョギングに始まりバランスボールゴムチューブダンベルといろいろなことをしていますが痩せる気配はありません、うん、痩せるわけがないのです運動前はエネルギー補給といいチョコバーを1本食べ運動中は水分補給といい甘いジュースをガブ飲みし <laughs> 運動後はご褒美と何か口に入れておりますこの前はせんべいとビールでしたその挙句、私って水を飲んでも太る体質やわーってどの口が言うとんねん <laughs> なるほど 何回行きっぎても太る言うてるけど太るやろお前みたいな食するるから太よねそうですねだって近藤さんだって俺は食べへん俺は食べへんって言うけど見てたら食べてますからねもうしわけない程度に昼間お粥食べてたんやおかゆでごまかされるかもお粥そう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  食べてますから、えー、こちらはプリマ団子さんですね、えー、明石の方でございますこんにちは毎日テレビ見ていても暗い気持ちになるので最近はネット検索でイケメン探しばっかりしていますいいイケメン探して出てくる男性を見て好みだはーイマイだわと一人楽しく遊んでいます女の人はそれができるからね男の人はで男はさ、美人とかそのいろんなの見たらその変な気持ちになるじゃないかよ 女の人は見るだけでええって言うけどう俺ら見るだけじゃ済まん時あるから、まあ、ゴールテープを切りたくなってくるからね、はい、そのとふのけみたいになってくるからねそこが違いですね <laughs> なるほど、えー、ラジオネーム「同じあ子なら読売の虎や」 え便利な世の中なのか、観覧履歴や検索履歴から選べる自分へのおすすめがあまりにも的確で、自分の思考が恥ずかしくなっておりますと。この間 YouTube で進めてきたのは、ただただ胸の大きい女性が大したことない料理を作る動画や、街行く人にインタビューして男女の営みあるあるみたいなものを聞いてくるものでした。自分で、自分で自分が恥ずかしく、でも感心しておりました。 <laughs> ただどう見ても娘の好きなアイドルの動画や家内の好きなジャンルの動画まで、えー、出てくるではありませんが、まあ、はっきり歌われてないのですが同じ ID でログインするか、うん、同じ、えー、w i f i みたいなもので出ているとかなんとかこれって家内や娘のスマホにもこちらの趣味がバレているのかと思って怖くて確認ができません、ね、あ<ー>あ便利だ世の中って怖い怖い。 確かにね家族のやつでやってたそういうこともある一回検索したらもうダーッとダイヤやなんか逆にも全くしないやろお前あの機能<日>ああでもそ,そういうことは知ってますなんでやねんなすあーでもね、うん、そ,それに関してはその動機というか私が見てるものは僕の携帯の中でしか見てないので。 なるほど。怖いんだって言うたけど若いからさめっちゃ知っとんねんそりゃそうでしょその携帯のこととかめちゃちゃ知してるから怖いもんなあんたこないだあれ見てたやろって口では多分言い張れんけど「じいさん知っとるよ」って思ってるでしょうね思ってで俺もやりゃいからアニメ好きやねんアニメオタクやんかほんなら俺の名前の名義でその、何 家のテレビの、その、あるやんか、あの、えっと、なんちゅうね、あの、見れるやつ、ネットフリックスとか。ああ、ああ、そういうのみんな、俺んとこの携帯に全部入ってくんね。おすすめが、全部アニメや、なんか、こういう、こういう、あの、ほんまの、まもんなオタクのやつやね。あなたアニメ好きでしょって言ってかによな、あれ。 <laughs> 確かにありますね、えー、こちらは姫路のエプロンママさんでございます、えー、毎週それ池を楽しみに聞いていますコロナ騒動から孫とも会えないし長年続けてきたお稽古もストップしてしまい気が滅入る毎日でした近くのうどん屋さんから出汁のいりこ掃除を頼まれて、うん、時間を見つけてはせっせと 頭と内臓を分けておりますあと布マスクも手作りして知り合いに分けたりと今では交互にこればっかりやっています余計なことを考えず集中できるので助かっていますと。出し取るのはえ,えよ だしね。でまいりこもちゃんと頭取ってな今はのちょっと手間かかる料理がええわ昨日も吹き炊きまして私ねあしそうやなすごいゴロゴロしてなででこからもつい抜いて邪魔くさいです。それって結局邪魔くさい料理を一回やってみるのはええかもしれないなるほど 今あれでしょ高級食材がお安く手に入るんでしょあ今このご時世コロナで例えばだからまあネットでですけどその松坂牛があ<ー>あの半額とか、ね、そういう A5 ランクの黒毛和牛がね何十パーセントオフみたいなので高級食材が安く買える昨日も一人で高島屋さんの食品,食品売り場に行ったんやけど、うん、確かにねカワハギが、うん、初やったら1,500円ぐらいするのがまあ 千切ってたからね。一匹六百円とか七百円ぐらいで売ってたから。ちょっと手間かかる。例えば大根、大根でもあのなあのカツラむきやってみるとか。カツラむきあってこと何したいの？刺身を置くときにね。ちょっとスーパーで買ってくるよりも妻まで切ってやってみるとかさ。いやしないわ私。いやいや。お願いしましょうか。まあ最後のあの方でいいんじゃないですか。最後の方。入り子出しとって。入り子出しとっみんなに配ってあげてるんでしょマスクを。 <laughs> どれ朝何言ってんの？<laughs> 朝もう何ももう,一緒に朝もう渡してくれないから、<laughs> 渡しておきながら。<laughs> なくなった <laughs> なてないよ。えどこ？大丈夫？えっ、ー、と、はい、まあ先他。右手に持てんのそれやろう。<laughs> はいではえっ、ー、と姫路のエプロン馬さんに三千円プレゼントいたします。たくさんのメッセージをありがとうございました。 さあでは今日の3000円の当選者の発表でございます。はい、大阪市生野区にお住まいの大田歌子さん、そして城東区の奥田俊子さん、神戸市灘区の 常峰ゆわこさん以上の三人の方々です。おめでとうございます。そして、前回のおはがきプレゼント、鹿児島県産の黒豚の焼き豚と味噌漬けのセット。いいですね。うん、森口市の山崎翔太さん。そして、長野県の森田和弘さん、徳島県ラジオネーム肉が欲しいさん以上の三人の方々です。<ー>おめでとうございます。おめでとうございます。えー、そして、えー、次回のおはがきプレゼント、来週金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で三人の方に。静岡県産。 のアジカマスキンメダイの紐のセットをプレゼントいたしますいいですね持ちも,もいいしで、ね、はい番組に対するご意見ご感想身近にあった出来事などをお書きになって必ずおところお名前連絡先電話番号をお書きになってお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要です選挙、はい、の愛言葉は5月はバラシ 五月はバラシでございます。これを書いてお送りください。これは近藤さんの毎週ラジオ。僕は和泉さん。いや、俺はもう無理無理は言わんから。はい。仕事いらんから来いって言ってほしい。しぼんちゃれ本当にねできるだけみんな来てほしくないから。めちゃくちゃ目分。で在宅とかしてんのに関係ない誰と来られてもね。はい。一番困りますね。ええ、歯磨き聞きたいと思います。 あ、ごめん来週のテーマ、はい、来週のテーマは、どうしのぐゴールデンウィーク。うん、<で S 2> これ教えていただきたいと思います。ゴーークも皆さんのお知恵をお願いします。<laughs> ファックスが大阪零六六八零九の九零九零。メールはすべて小文字で o b a c h a n アットマーク m b s 一一七九ドット c o m はがきは郵便番号五三零の八三零四 mbs ラジオそれいけメッセンジャーそれぞれの係までお送りくださいはいええー、一枚はがきです、はい、ええー、こちらは特え希、ー、望かなえー、といつも楽しい放送ありがとうございます,がいます我が家は,は主人と二人生活でございます、うん、口を開けばコロナの話題ばっかり夕飯の時だけはコロナワード五百円のバッキのルールにしました。なるほど 楽しく食べたいの思いで決めましたが、いくら貯まるかなということで、こんなのもいいかもしれないあんまりね、ずっとそんな話ばっかりやったらくな考えたとてね、ゴールがね。そうやね、これがええとかいうのもしかしたらあるかもしれんけど、今、あんまりね、素人目でね、言っちゃって、デマもどんどん流れてますもんね。この辺はもう政府の正しい判断と。情報正しい。情報正しい。情報等をね、聞いて、また来週もぜひとも楽しい番組を送りたいと思います。お会でいたいといます。皆さんね、これだと。うぞ。ありがとう。向川智美でした。また来週。 来了。